嘘は良くないよね、嘘は。たとえそれが昔のことであってもさ、嘘は絶対に良くないよね、絶対に。どうも皆さん、こんにちは、キヨキヨです。はい、これですよ。昔こんなこと言ってました。うわ、めっちゃ強いな。めっちゃ強いっすね。うわ、これは強いぞ。相当強いぞ。いや、これはちょっとね、強いので、可能性を感じますね。ね、今ね、弱かったらそれダメでしょ。だってどうすんの、今動画アップロードされてんだよ、その動画。それをさ、今見た人はさ、あ、今の時代にもベビードラバルキリーめっちゃ強いんだって思っちゃうじゃん。責任取れんの？ということで、やっていきたいと思います。はい、ということで今回ですね、のぞくらくら、もうね、大好き大好きです。やらさせていただきたいと思います。これね、強えの、本当に。弱かったらダメでしょ。敵が出るまで待ちまーす。おー、来たよ。おっと、待って待って、この配置さ、めっちゃバルキリー強そうな配置してないですか、この配置。じゃあ来たと思います。さあ行きますよ。まずベビドラでサイドカットしていくわけよ。こうやってこうやってこうやって、要はこのね、このレイジ状態をこう保つって昔の動画でもずっと言ってるんですよ。こうやって、もうまあまあ、なんつうの、こうサイドカットっていうか、それないようにするために、ちょっとここら辺も反れないようにしてほしい。ここら辺もちょっと、今なんかそのベビドラ自体もなんか今強いみたいな噂を聞くんですよね。はいはいはい、結構カットできてる。待って、でもワンチャンさ、ワンチャンこのアーチャータワーとか、ワンチャン、このね、このウォーデンも破壊してほしいんですよね。ワンチャン、オン。ちょ、頼む頼む頼む。でも対空砲ある、対空砲、対空砲倒せ。対空砲、無視、対空砲無視ろ、対空砲無視、無視、無視、よし、よし、よし、いいぞ。待って、これ本当にいけるかもしれない。いけるかもしれない、これ。待って、行くぞ、行くぞ、行くぞ。うんってやって、トゥーンってやってから、ジャイ出して、トゥーン。はい、トゥーン、トゥーン。いやー、行った、行った、行った、これは、行ったでしょ、これは。間違おうなく行ったパターンでしょ。巨爆さえ注意すれば、これ、いいぞ。え、待って、これ、待って、説ある。説ある。説非常にある。説、待って、違う。ちょ、待って、違う。ちょっと待って、違う。待って、いや、待って。おお。おお。ライン。なるほどね。なるほどね。なるほどね。なんつうんだろう、この、まあ、微妙な感じではありますよね。うん。この。オチがない。オチがないっていう動画、まあ、っていう風に、まあ、終わらせてもいいんですけど、まあ、でも、いい、ワンチャン、普通にあり。普通にあり。普通にあり。うん。普通にあり感ある。うん。別に、こう、名前とか気にしなくていいんですけど、結構、まあ、して強い。てか、今ね、バルキリーもすごい、そう、流行ってるし、流行ってますし、なんだっけ、ベビドラがすごい、今、ベビドラ20体ぐらいの編成でターンホール10全開みたいな、そういう動画も見たりするんで、ちょっと可能性をね、感じるんではないでしょうか。ということで皆さんもぜひとも、キヨキヨがね、昔紹介してて、今つい、お前これ絶対嘘やろと、お前あん時ちょっと最強って言っとけばいいっていう風潮に乗っかったろってね、もうそういう編成があったらね、ちょっとぜひコメント欄で教えていただければなと思います。ということで、ご視聴あらしゃー。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。